えていればこそいつかもう一度会えるはず。白い珊瑚の一本道は星の砂へと続く道。さあつなら感謝はまた春の竹と虹まで会いましょう。さっさはい、サイグスーヨーチュウガナベラ三振エヴァンジェリスト、マイチンコと前田明イアイビギーンイエ。さあ、今日はですね、新しいチンダミ、三色ね、青、白、ピンク、ということで、ちょっとその音色をですね、撮ってみました。ビギンの竹と虹まで会いましょう、ね、この歌聴いてるとなんかウキウキしてね、こう旅に出たくなるような、感じがしますよね。まあ今コロナでね、すごくまた第2波かみたいな感じでね、騒いでおりますけども、本当にいつ収束するのか本当に、まだまだ予断ができませんが、皆さんですね、どうぞ自分自身の身は自分で守るという意識をですね、持って、これからやっていかないといけない時代に、なっているような気がしますので、互いに、ね、三振を引きながらこのコロナをこう引き寄せないようなね、そんな感じで、やっていきたいなと思います。三振の、音色はですね、というか琉球音階というのが、レトラドレミアソラシドの中でレトラというですね、この部分が、欠落をしておりまして、独特のこのこの音に、こういう響きの音になるわけですよね。これはですね、このインド音階もですね、実は、同じようにレトラが欠落をしておいて、だけど曲調が全然違いますよね。シタールというね、この弦楽器がすごくウィヨーンウィヨーンっていうね、この弦楽器では、その部分はその部分でまたなんかすごくなんか変な癒しがあったり、変な癒しって変だけど。まあそんな感じのね、音色っていうのは本当に人の、気持ちを、寛容にも、していく、パワーがあるような気がします。この竹と水まで会いましょう、ビギンのね、歌の中で大好きな歌なんですけども、の一つなんですけど、この歌を歌ってやっぱりこの竹と水にね行かれた方はこの歌を、口ずさみながら、あ、この風景を歌ってるんだなとか、そういったこういった感じの、村落なんだな、島なんだなとかですね、ぐるっとね、このちっちゃい島ですからね、歩いててもこうゆっくり、行くと、回りますのでね、まだの方はぜひとも、行ってみて、あの風景、この珊瑚礁をね、この積み重ねたこの、なんていうんですかね、塀っていう、塀ですね、家の周りの塀とか、また瓦や、そしてまた独特の、まあ、あるいは観光などで水牛がね用いられてますけど、もともとは多分水牛はいないと思いますね、あの向こうに。なぜかというとですね、水牛ってすごく繁殖するのが難しいやつにらしいんですね。結構アジアなんかでね、多分今八重山なんかに、いる水牛ちゃんはですね、タイとかあの辺のところから、おそらく、まあいらしている水牛ちゃんじゃないかなと思うんですよね。そのぐらいこうなかなか繁殖させるのに、大変ということでね、まあ日常で使っている、
水牛をね、結構向こうから連れてきた方が安上がりなんですかね、だと思うんですよね。まあそういう感じで、じゃあ沖縄のこの血味バチは何でできてるかと、水牛とかですね、牛の角、そういった結構骨系でできているですね、象牙とかですね、じゃあ水牛がいたからそうじゃないかという説もあるんですけども、水牛は多分、近年じゃないかなって思うんですよね。それはやっぱり沖縄琉球時代にはこの何て言うんですか、貿易をしているのでね、その時にこの水牛の角とか、そういったの、まあ、珍しいというか、そういう感じで仕入れて、でその後やっぱりそういった、水牛を、持ってきたんじゃないかなという、前陳の憶測があります。そんな感じでですね、また一番なぜ水牛の角がよく使われるのかというね、この地味にですね、バチに、使われるかなというと、やっぱり音色を、当時のこの音色っていうのはこのチルがですね、弦がこの絹糸なんですよね。この絹糸とこの水牛のバチのこの相性っていうのがとても癒されるんだろうなと私は思いますね。まあ弾いた感じでですね、やっぱり違いますよね。実際こう聴き比べるとですね、聞き比べるとよくあまりわからないところがあるんですけど、弾くとわかるんですよ。ですからまあ機械だったらね、ちょっと高いんですけどね、絹糸ね。でまたあまり強くあるとすぐ切れちゃいますのでね、まあせいぜい A シャープぐらいで弾いて、まあしばらく使えるかなという、そのぐらいこう絹糸ってね高いのでね、そんな感じで、多分この水牛の角が作られたんじゃないかな。で水牛の角のやつも、おそらく一番最高って私が調べた中で一番最古の爪がバチが150年ぐらい前ですから、そんなにね、三線の歴史からすると3分の1ぐらい若いっていうねのがあるんですよね。ですから水牛、竹富島の水牛は、まだそんなに長くない歴史的にね長くないまあどうでもいいんですけどね、まあそんな感じでね、水牛がね、この馬車を引いてね、この、まあ、ちょっとしたね、桟橋とね、集落の中心の方まで、わずかに距離をこう楽しんだり、ぐるぐる回ってね、まあその中で三線の音色、こうよく朝と夕方っていうね、ものを弾きながらこうやってますよね。やっぱりその朝と夕方っていうのは、やっぱそこに朝と親っていうね、この熊谷が、住んでたっていうね、このお家がありますから、そこも観光名所になっていてね、まあそういう感じで生まれてきた歌ですのでね、やっぱ歌っていうのはその当時の、歌背景とか、そして、また、なんていうんですかね、いろいろなこの本音で言えない部分をですね、この歌にして、比喩とかしながら、残していったんじゃないかなと、言いますね。まあそういった、ものをこう妄想しながら楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。今日はまた、久しぶりになんか朝起きたら、竹富島で会いましょうというのがこうもにょもにょもにょってできたので、ちょっと久しぶりにやってみました。はい、今日も皆さんのね、楽しい三線ライフがありますように。熱中症、暑いね、時期入ってますのでね、皆さん気をつけて、また、天候不順で今、全国の東北の方までね、水の災害が増えてきてますので、その地域の方々もね、もう本当に安息を本当に祈るしかないんですけども、ぜひともまた、十分な注意をしながら、暑い夏を乗り越えていってほしいなと思います。沖縄も本当に今年とても暑いです。そしてまた、やっぱりコロナも、太陽もね、
コロナですからやっぱ暑くなったのか分かんないけど、沖縄もだん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 増えてきてますので、ちなんちは、あまり、定芸でやってしまいますけども、ぜひとも注意しながらお互いに、今日一日を過ごしていきましょう。そして、また朝。